皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。小学校6年生の算数、円の面積。今回は円の面積の利用の1として、正方形と円の一部分が重なっている問題、この問題を解いていきます。問題は1,2,3,4 もあります。3番と4番は同じ面積を求めるんですけれど、これ求め方を変えていきます。では始めます。斜線部分の面積を求めましょう。括弧1番、これ円の一部分が書いてあります。そしてここのところにこの四角い印ついていますよね。これって直角の印でしたね。直角というのは90度です。90度が4つ集まると360度一周回るわけですよね。ということはこの形が4つ集まったら1つの円になるということがわかります。半径が10センチですから、半径10センチの円の面積を求めて、それを4で割ったらこの図の面積になるんですね。ではこれ計算していきましょう。円の面積は半径×半径×3.14 でしたから、半径10ですから 10×10×3.14、 これを4で割るとこの図の面積になります。10×10 は100、100×3.14 は314、これを4で割るとこれ計算すると78.5となるので、この面積は 78.5 平方センチメートルということです。括弧2番に行きましょう。括弧2番はこれ正方形があって、その中に先ほど1番で求めた円の4分の1、これが入っていますよね。で、斜線が引いてある部分はこの円の一部分じゃない部分ですね。これはどうやって求めればいいかというと、正方形から先ほど求めた円の4分の1、これを引き算したらちょうど求める部分、この部分の面積になるということですよね。正方形は面積一辺かける一辺で求めましたから、ここでは一辺10センチですから 10×10、 これから先ほど求めた 78.5 を引きます。引く 78.5、 10×10 は100ですよね。100引く 78.5 は 21.5、 求める面積は 21.5 平方センチメートルと、こうやって計算できますね。では括弧3番に行きます。括弧3番はやはり一辺が10センチの正方形があって、その中に葉っぱのような形が入っていますよね。これなぜこの葉っぱができたかというと、実は、これは円の4分の1、こちら側からこう書いて、反対側からやはり円の4分の1をこう書いて、こう重なっているということです。ということは今こう書いて、ここに正方形があって、この部分というのは先ほど求めた部分ですよね。それがこちら側とこちら側にあるということですから、つまり求める部分、青い線が引いてある部分は正方形から先ほど計算で出したこの部分、こちらとこちらにはね、これを2個分引いてあげればいいということがわかりますね。正方形の面積は 10×10 で100ですよね。ですから 100-ここの部分は 21.5 でした。21.5、 これが2個分ね、こういう計算します。そうすると100-43ということで、これ57になりますから、この面積ね、葉っぱのような形の面積57平方センチメートルと計算できますね。では今度は4番に行きます。4番はこちらと求め方は違います。
まずここに対角線引いて、この葉っぱの形を2つに分けました。そしてこう考えてください。こちら側の部分ですね、こう引いてあってこうなっていて、今ここに対角線の部分引きました。もともとはこの形ですよね。これここの部分を出し、そうするとここで引いた対角線を引いた上の青い部分が出ますよね。ということはですね、これ出したかったら円のここからちょうどここ三角形になってるでしょ。ですからこの三角形の部分を引いたらこの葉っぱの上の部分が出ると。これ下にも同じものがあるので、これを出して2倍したらちょうど葉っぱ全体、ね、斜線部分の面積になるということが分かりますね。ではやっていきましょう。この円の4分の1の面積 78.5 ですから、 78.5 引く三角形、ここですよね。10センチ10センチになっているから、底辺10センチ、高さ10センチ、底辺かける高さ割る2、こういう計算になりますね。と 78.5 引く 10×10 100でしょ、100割る2は50ですから、 78.5 割る引く50、間違えましたね。そうすると 28.5 になります。これが上半分ですね。下もあるので、28.5 を2倍します。 28.5×2 は57と、なのでもちろんこっちと同じ面積になりますよね。答えは57平方センチメートルと、こうやって計算ができました。今回は円の面積の利用ということで、円の一部分と正方形が重なっている問題、これを解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。